今回は豚しゃぶピリ辛山椒風味マーラーパイローの作り方を紹介します。マーはファージャオのしびれ、ラーは唐辛子ラー油の辛さを表し、醤油ベースにこのマーラーを効かせ香味野菜を加えたソースです。刺激の後に甘みが残り、胃にまで届くファージャオの爽快感が食欲を促してくれます。このタレは豚しゃぶ肉ときゅうりにかけていただく料理です。それでは作っていきましょう。まずはファージャオを大さじ1用意します。このファージャオはスーパーの中華食材のコーナーで売られていることが多いと思います。真ん中に黒い種が入っているので取り除きます。ファージャオがかぶるぐらいのお湯を入れて出し、ラップをして10分ほど蒸らします。水に生姜の皮と青ネギを入れ、香りをつけた水を用意しておきます。これは豚肉を茹でるときに使います。生姜、ニンニク、ネギを用意し、ごく細かくみじん切りにします。生姜のみじん切り小さじ1。長ネギのみじん切り小さじ1。ニンニクのみじん切り小さじ1。を一緒にしておきます。お味青が蒸れて香りが立ってきたら、水気を拭き取り、粉状になるまで細かく刻みます。できるだけ細かくしたら香味野菜と一緒にしておきます。醤油大さじ3、紹興酒小さじ1、中国黒酢なければ普通の酢大さじ1/2、砂糖小さじ1、ごま油小さじ1/2、ラー油大さじ1、胡椒少量を入れておきます。このタレはマーラージーといって、油っぽい肉でもさっぱりと切れ味よく食べることができます。きゅうりはヘタを取り半分にカットしてから、皮むきで薄くスライスしていきます。切れたら水につけます。豚しゃぶ用バラ肉を食べやすい大きさにカットします。塊肉を茹でて作るのが本格的ですが、薄く切るのが難しく時間もかかるため、豚しゃぶ肉が便利です。鍋にたっぷりのお湯を沸かし、豚バラ肉を茹でていきます。先ほど用意した水とネギと生姜をお湯の中に入れ、火を止め、豚バラ肉を余熱で茹でていきます。だいたい30秒くらいしゃぶしゃぶして火を通します。30秒くらいして豚肉が完全に白くなったら、ざるに取り火を切ります。茹でた豚肉を皿に並べていきます。
豚肉を皿に敷き詰めるように並べたら、真ん中にきゅうりスライスを乗せます。豚肉の上にタレをかけていきます。これで豚しゃぶピリ辛山椒風味の完成です。山椒の刺激により胃がすっきりとして消化もよく食べられるので、これからの暑い時期におすすめですよ。四川料理なので辛いのが苦手な方やお子様はポン酢やごまだれで食べるのもいいでしょう。詳しいレシピや山椒の素晴らしい効果についてはブログで書いていますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。